カジミエシュ、ヤン・サピエハ1700年のリトアニア内戦は、ポーランド・リトアニア共和国の構成国である、リトアニア大公国において、いくつかのマグナーとカモンの間に起きた紛争。17世紀末に、リトアニアで、最も牽制を振るっていた、サピエハ家に対し、ラジビウ家、ビシニョビエツキ家、パツヤ、オギンスキキの四カモンが反旗を翻したために起きた。17世紀末、 サピエ派家はリトアニア大公国における高級官職の多くを占めていた。1700年の時点では、カジミエシュ、ヤン・サピエ派が、リトアニア大エ、トマン、アレクサンデル・ミハウ・サピエ派が、リトアニア区内長官、ベネディクト・パベウ・サピエ派が、リトアニア財務副長官の地位にあった。サピエ派家は宮廷において大きな発言力を持ち、他のマグナーとカモンに不利な法令を立案。 思考することで、タケモンに攻撃を加えた。この事態は、より弱体なマグナートたちと、一般貴族たちによる反サピエ派連合を形成させる、ことになった。サピエ派家は11月18日のオルケーニキでの、戦いに敗れ、ミハウセルバチビシニョビエツキに、一族の本拠ルジャヌイ宮殿を破壊された。サピエ派家は大公国内における派遣を失って、二度と、 以前のような地位に返り咲くことはなかった。内戦の後、対抗国では、政情不安が続き、複数のマグナーとカモンが、サピエ派家の喪失した感触と領地を競って奪い合う状況が続いた。こうした紛争の影響もあり、ポーランド・リトアニア共和国は、すでに始まっていた大北方戦争において、 スウェーデンの軍事遠征の進撃路となり、劣勢に立たされることになった。覇権を失ったサピエ派ケは、反国王派のリトアニア連盟を組織し、スウェーデンと結び共和国の分裂を招くこととなる。ありがとうございます。